責任の重大さを改めて痛感しております。関係の皆様にもう一度心からお詫びを申し上げます。判決および、判決理由、そして裁判長からの、いただきましたお話を、厳粛に受け止めています。責任の重大さを、改めて痛感しております。関係の皆様にもう一度心からお詫びを申し上げます。高橋まつりさんご本人ご遺族の方々に申し訳ない気持ちでいっぱいです。心からお詫びを申し上げます。法令を遵守し過重労働を根絶し労働環境を良いものにすること、そのことをお詫びとともに約束させていただきたいと思います。